皆さんどうも、キモッペです。はい、今ですね、私がいるのはね、雪月花さんっていうね、ゲストハウスの近くを流れてる川なんですけれども、ちょっとね、ごめんなさい、釣りってね、結構ポイントだとかそういうのが分かっちゃうとあんまり良くないよっていう風潮があるので、ちょっと詳しい場所についてはね、教えられないんですけれども、今日はね、ちょこっとだけこの川で釣りをして、まあ雪月花さんがねある場所っていうのはどういうところなのかっていうのを皆さんにもう少し詳しく分かってもらえればなと思って、ここでちょっと釣りをしたいと思います。この川結構伊東とかも住んでるんですよ。アクセスが難しそうだね。うわー、めっちゃいい。すごい水透明じゃん。そことか入ってそうだよ、1、2匹。うわー、滑る。下手に気をつけて。前に来た人いますか？うん、入ってるね。頼むぞ、動くな、小さい1。うわー、がっつり濡れたわ。そことかもなんか1匹ぐらい入ってそうだよね。長靴かなんか持ってくればよかったな、油断してたわ。よっ、よいしょ。これ以上先はちょっと裸足にならないと無理だな、いけないわ。よいしょ。よっ、よいしょ。これで無敵だぜ、キモッペ裸足バージョン。よし、これで怖くないぞ。よっ、よっ。ああ、冷たい、超冷たい。行きますぜ。そんな簡単には出ないよね。痛い。分かっちゃった。ないですね。まあやっぱり入ってんのかな、人。あそことかもいそうだね。投げてみようか。
ちょちょちょ、ひなちゃん釣れた。ほら、魚はね、結構特にこういう冷水温に住んでる魚っていうのは人間の手の温度だけでも火傷しちゃうので、ちゃんともし魚に触るときは手をこうやって冷やしてね、 できるだけ外にはあげないようにしてあげてください。ちょっとだけごめんね。ほら映ってるかな、ちゃんと。エゾイワナですね。エゾイワナです。じゃあね、逃がしてあげましょう。ちょっとごめんね、血が出ちゃってね。よいしょ、ほい、帰ってきましたね。うわー、イワナ釣れた。嬉しいね。みんな川の中見たいよね。今ちょっと見せてあげますんでね、行くよ。めっちゃ綺麗でしょ。これね、下まで来ると上に上がるのが大変ですよね。裸足だから痛いわ、もう。見て、吹きの葉っぱでかっ。超でかい吹きの葉っぱ。いいですか、こういうところではね、皆さんクマが出てくる可能性があるので、もう規制を上げてくださいね。こんな感じでね、規制上げてるとクマ逃げますんで、あーやばい、こんなところに変人いるわと思ってクマも逃げてくれますんでね。いいですか、皆さんちゃんと大声で騒いでくださいね。あー、鹿の足跡がありますね。結構くっきりと残ってる。よいしょっと。うわー見て、あそこやばそう。絶対いるでしょ、魚。ちょうどいいところにね、木が入っちゃってるんですよね。行くよ。結構流れが速いな。当たった。おお、ライズしたライズした。すげえ、水面割って出てきたよ今イワナ。
ってくる。おお。あーやばい、枯れ木に巻いちゃったか。あー巻かれたか。いや巻かれてないわ。おーし、来た。来ましたよ皆さん。うわー立派なニジマス。よいしょ。今のでちょっとでもね、場所近づいちゃったから逃げられちゃったかもしれないね、他の魚には。釣れましたよニジマス。25センチぐらいかな。結構いい方のニジマス釣れました。よし、ほい、じゃあもう少しね、近くで皆さんに見せてあげましょう。ほら結構綺麗なね。もうね、僕あの村田はじめさんっていう、もう釣りの神様がいて、その人のこと大好きなんですけど、ちょっと村田さんがよく言うセリフを借りましょうかね。あービューティフォーですね、ニジマス。こんな美しい魚がね、北海道は野生の河川にいるんですよ。あービューティフォーです、綺麗ですね。ルアーが寝かかって救出するのにドボンした。もうこの辺まで突っ張りましたから。いや僕さ、謝ろうと思ったのよ、すいませんズボン濡らしてしまって、車に乗せてもらってもいいですかって言おうと思ったんだけど、自分も。キラちゃんもだったか。帰りますか。うん、あ靴は置きましょう。そうだね、ちょっと待ってね。あー痛い。ニジマス釣れたよ。本当ですか。うん、キラちゃんどうだった。僕も全然あの食いはするんですけど、引っかからなかったです、うん、全部ちっちゃい。あー本当、いろいろ落ちた。車手前に持ってくるのか。うん、お願いします。いや、しくじった。さっきまでのノリで普通に靴で川に入ってしまった。あー携帯が、嘘だ。あ着いた、大丈夫だ。防水、これ防水なの本当に大丈夫。すいませんね皆さん、あの騒がしくてね。このチャンネルは北海道を中心に皆さんが知らない自然や歴史、ローカルスポットまで様々な角度から北海道を皆さんと一緒に探っていくことを目的としています。動画を見ることで皆さんがもっともっと北海道を好きになってもらえるよう頑張りますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。